田家の長男に生まれました。戦国時代に転生したけど、死にたくないので改革を起こします。星2。まさかの前半は信信がヒロインだというショタ漫画。このおまんじゅうの暗号をもってしても見抜けなかったのぜ。内容は戦国時代の知識を持っている歴史をたどった主人公が信信の家の長男に転生してそこで武功を挙げるという感じのシナリオ。この漫画は非常に地味であり、ナロー系のようなスカッとする要素も、現代知識無双もほぼないという大変地味な作品。主人公は織田家の長男だが、母じゃが第二夫人なので嫡男と呼ばれる次のその組織の権力者になることはない。信信が次男だけど嫡男という感じ。前半にメスのヒロインは一切出てこないし、石鹸作ったり楽市楽座やったり麺を作る、聖酒を作るみたいな現代知識無双は一切しないクッソ激烈に地味な作品。ほぼ何もしないでさらっと16歳の大人になるまで時が飛んで、そこから現代人とは思えないイノシシ武者のような豪胆な性格と、現代戦術理論を使って無双するという、内政よりも戦闘で折れ杖をするような感じの漫画。内政パートはほぼないし、主人公が何をしようとしているのかといった部分が歴オタじゃないとチンプンカンプンだし、その部分の説明もはしょっているが読みやすい。ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル登録よろしくお願いします。